YouTube くまる横チャンネルをご覧の皆さん、おはようございます。本日は、私はちょっと怪しい格好ですけれども、そして怪しい場所にいますが、撮影できています。こちらですね、渋谷の街です。こちら渋谷のホテルなんですが、今日はグラビア撮影をします。そしてそのグラビア撮影のお世話になるカメラマンさんが今スタンバってくれていいですか。松田さんです。おはようございます。松田さんには私がまだ20代の頃から、写真集も撮っていただいて、南国にもロケに行ったりとか、いろいろ思い出があるんですが、3人目を産んでからのグラビアは、初めてなので、ちょっと久しぶりになりますかね。今回は30代の女性が集まったムック本を撮影するので、いろんな子が一冊で楽しめる本を作ります。それではまだ完全にすっぴんなので変身していきます。撮られた。お部屋がね、この、あ、 YouTube いいですか。顔、あ、よかったです。アシスタントさんよろしくお願いします。もしかしてこの現場最年少かも。いくつですか。わー、やっぱ最年少だ。だいたい私の現場アラフォーばっかなんで。そう、やっぱアシスタントさんが一番年下になるっていうね。今日はね、ホテルの中だから、ここに衣装がかかっていて、いろいろ道具があって、みんなも映っていい、うん、ありがとう。そしてここの脱衣所にメイク、ごめんごめん、もうちょっと待ってて。じゃあいいですか、いつものじゃあいつものメイク。ちょっとパワーするからね。楽しい現場です。いつめん、いつめんです。そして前、私の鉄板が置いてあります。じゃあ私はここでメイクを してもらいます。分かってますね、私が大好きなチョコ。ではメイク始めます。かわいい、赤大好きです。え、もうなんか私は体が綺麗に見えるのが真剣にやってるけど、どれが不倫っぽいかっていうテーマだから。あとはプロ集団に任せました。メイクの続きします。お待たせしました、できました。はいよ。どこ、こう、23歳らしいです。あ、23歳ですよね。この現場最年少です。23年のロケなのかな。若い方ですよね。全然若い方でしょ。清楚な感じですが、テーマは不倫です。いいな。ちょっと左目の髪の毛で、あ、ありがとう、Thank you。 もう一度来た、はい、ワクワクして、こっち側にいい、はい、しっかりよかったね。いい女やね、いい女、ね、うん、顔にも子供よ、うん、これいいね、細っ。で、こっち買うか、そこにかけちゃおう、はい、テレビ向けに、そうそうそう、笑っててもいいの。やだ、おめでとう。ちょっと動き感良かったな、ずっとなってる。そう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 、クリームシチュー、あ、キリキリキリ。なんか、リーちゃんとやつあったら教えて、ね、何がいいかな。え、ペンペンちゃんの昼顔は何だ、あの、お茶なんですか。昼顔は何だったっけ。ついこの間なのに、なんかさ、ペンキみたいなのぶちまけてたよね。体になんかペンキ塗ってるやつでさ。はい、出ました、出ました。 YouTube 探します。お願いいたします。はい、あ、トコヨさんです。だだだだだ、トコヨさんでした。撮影中です。いろんなものが綺麗に撮ってもらうように、いろいろレフ板も下に敷いてます。テレビのところにも白い布がかかりました。こうやって、顔のいろんな陰影とか綺麗に見せてくれます。私がここにね、立つとね、窓からの外の光と綺麗に見えるんですよ。すげー、1年くらい続くの、フルテロップ、フルテロップです。すごい、6時間くらいずっとテロップ入れてるだよね、はい、すげえな、それ
兄ちゃんすごい。お兄ちゃん。甘強いね。甘強い。我慢なんですか？好きやってる。これ。ああ、テルト。OK。エロくなりました？しっとり。あ、しっとり。確かにしっとり。しっとりだね。肩張れてきたの。下向いてるのかな、下向きなの、上がってきた、うん、光が見分けしかトイレしてるいいね、始まりました。いいね。そうそう、ちょっと笑う、少し優しく行こう。そうそうそう、もういい。うん、ということで、実は中に着ているんですが、どんどんこの洋服を脱いで展開していきます。ちょっと次はセクシーすぎて YouTube にアップできないので、ぜひこの続きは本編、副本で、ご覧ください。私以外にもいろんな30代のグラビアアイドルの子が出てますので、ぜひあ、この子とはこんなとこ行きたいなとか、この子とはこんなことしたいなとか想像しながら見ていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。